ましょう。次が3球目。それはいい、バッターアウト。ワンアウトです。バッターは2番に入っているバース、田中。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャー田中、そしてキャッチャー森。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。2球目は何で来るか。打った瞬間確信した、入った、ホームラン。いや、打ちました。三塁線落ちてフェア。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには4番村上。ドラゴンズこの回1点を入れています。ストライク。先制に成功してなおもその点差を広げていこうかというところです。フォロー。低め、これは外れた。ストライク。ストライダー決まります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。これで2アウトです。バッターは外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。インサイド落ちました。強い打球入れました。ファールボールです。次が8球目。ボール3、ボールになります。3ボール2ストライク。それはいい、三振になります。スリーアウト、チェンジ。さあ初球は何か。初球陣、左中間へ打球伸びる。レフトが取りました。バッターは2番に入っている鈴木。トコダ、まずは先頭バッターを打ち取っています。ライト方向を流しました。ライトに上がった。ライト掴んで2アウト。クリーンナップが登場します。バッター村上、2アウトになっています。この回の床田、たった2球で2アウトにしています。初球陣、センターへ伸びがありません。山本が抑えて3アウトチェンジです。2回表に入ります。7番から始まるドラゴンズの攻撃。バッターは鈴木。ドラゴンズリードで迎える最終回です。これが2球目。よく見極めましたね。はい、インコースわずかに外れてボール。ボール先行です。インコース詰まりました。ここはフライになっています。掘ってワンアウトです。バッターボックスは8番坂本。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース打ちました。いい当たり、ファウルになります。ワンストライクです。打った、レフトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは2塁まで進みます。バッターボックスには代打の柳田。小宮山さん、乗り切りたいですね。まあ、ここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。打ちのボール打っていった。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー、まあ、キャッチャースローイングがうまいのでランナーは警戒していると思いますね。なるほど、そうですね。初球打ち、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー厳しい。さて、このバース、どういうバッターなんでしょうか。ミートが上手い上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしいバッターですね。なるほど、そうですか。打ちのボール打っていった。ショートフライ抑えてアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。3番バッター吉田。点差は別にしてチャンスをしっかりものにする。それ、そういう姿勢、そういう野球を見せてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだ1、2塁抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。初球は何で来るか。それ、初球変化球がいいところに決まりました。ファーゴー、ストライクです。さあどうだ。ファウル。
ウトコース、これは見送ってボールです。さあ勝負してくるのか。おっ、外れてますか。ピッチャーが決まったと思ったんでしょうね。はい、変化球わずかに外れてボール。おっ、もう一回持ってきました。まあバッターもよく見ましたね。さあこれでフルカウントになってしまいました。外のボール打っていった。ここは打ち上げています。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。ここでドラゴンズ守備を変えてきました。 DeNA ベイスターズ最後の攻撃になります。岡本が打席に入ります。ドラゴンズ大きく点差をつけて最終回を迎えています。さあ初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは5番森。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球打ち、高く上がった、センター入った、ホームラン。初球打ちヒットになった。ノーアウトランナー1塁です。バッターは7番に入っている山田。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ドラゴンズピンチになりました。ノーアウトランナー三塁一塁。さあそしてバッターボックスにはバースが入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。初球打ち入った、ホーム。5番バッター打順は1番に帰ります。バッター佐野、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席ちょっと嫌です。左中間へ、ここはフライになっています。取ってアウト。バッターボックス鈴木、先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。おっとどうだ、ファウルグラウンドに打ち、ファウルボール、ファウルボール、feel like